心安らいで生きるために、曹洞宗今日の心私の心。今日は島根県東光寺徒弟諏訪光司さんの寄り添うことというお話です。あるお檀家さんの一周忌法要の時です。そのお檀家さんは重い病を抱え、体を思うように動かすことができませんでした。法事が終わると、お檀家さんは丁寧に感謝を述べ、日頃の行いを私に話してくださいました。最近は新聞を読んだり、読書ぐらいしかできなくなりましたが、家族に迷惑をかけたくないので、洗い終わった食器を元の位置に片付けたり、体の調子がいいときは掃除機をかけることを毎日の日課にしています。それから仏壇や両親の遺影に手を合わせ、般若心経を唱えて、感謝することを忘れないようにしています。と。それを聞いて、私はお檀家さんに、これまでのように、まずは簡単なことから始めて、続けていけばいいんですよ、と答えました。するとお檀家さんは、私にとっては簡単なことじゃないんですけどね。続けてやっています、と返されました。私はすぐにしまったと思い、体中が反省と後悔と恥ずかしさでいっぱいになりました。簡単にできることかどうか、それを私は自分の基準で判断してしまっていたのです。私は自分ではお檀家さんに寄り添っていたつもりでも、実際は自分の基準にとらわれて、相手の気持ちになることが足りていなかったのかもしれません。一方、お檀家さんのご家族は、病気で外出できないお檀家さんの代わりに、よくお墓にお参りされていました。ご病気のお檀家さんにご家族で寄り添い、共に歩んでこられたのです。自分と他者を分け隔てることなく共にあること。相手の気持ちを考え寄り添おうとするのは、菩薩としての行いの出発点です。お釈迦様は相手と同じ立場に身を置き、心を寄り添わせることで、人々を救済してこられました。上から目線ではなく、また見返りを求め、媚びへつらう態度でもなく、同じ気持ちで共に喜び、悲しみ、寄り添って生きていくことは、私たちにとって大切なことです。そしてそのような存在の人が傍らにいることが、今、生きづらさを感じている人の励みになると、私は信じています。今回私はお檀家さんから寄り添うことの本質を教えていただきました。この経験を出発点として、私は真の意味での寄り添うということを実践していきたいと思います。今日は島根県東光寺徒弟諏訪光司さんの寄り添うことというお話でした。続いてお知らせです。この番組のご意見、ご感想を郵便番号 683-0802 鳥取県米子市東福原 1-1-22-402曹洞宗中国管区教化センターまでお便りをお寄せください。もしくは概要欄にありますメールアドレスまでお寄せください。お寄せいただいた方には、この番組の冊子、今日の心、私の心、法話集を差し上げます。次回は、岡山県浄林寺持続庄司宏美さんの出会えたことに感謝というお話です。この番組は
曹洞宗中国管区教化センターがお送りしました。